これこそが。216円になります。コンビニの商品ってお高いですよね。2021年、敵三撲滅運動。おじさんと覚えてくださいね。歴史の教科書みたいな覚え方しなくていいから。一つお悩み相談が来ていますので、そのお手紙宛先間違えていませんか？前回のあらすじ。お久しぶりすぎて投稿者も覚えていないようです。終わり。確か区民を犠牲にしつつ、ドルフィン号を回収するため頑張っているんだったよな。今回もその続きということで張り切っていきましょう。それではお久しぶりながら、ゆっくりしていってね。原生生物を倒せ。ピクミンが泡、炭、水などでパニックになっても慌てずに対応するんじゃよ。竹の柵を持ち上げられるのは羽ピクミンだけじゃから、大事にせんとのう。作業3日目。想像していた以上に原生生物の数が多い。しかし、ここを越えなければパーツのある地点にたどり着くことはできなのも確かだ。パーツを運搬するときのことを考えて安全確保のためにしっかりと対峙しておこう。というわけで今回も原生生物を倒していきましょうか。宇宙船のパーツのためにも撲滅していかないとだな。敵三撲滅運動ですね。なんやねんそれ。2021年、敵三撲滅運動。お兄さんと覚えてくださいね。歴史の教科書みたいな覚え方しなくていいから、語呂合わせって大事ですよね。原生生物がたくさんいるようだ。どんどん倒していこう。さて25匹をサクッと倒していきましょうね。前回のような惨劇だけは起こさないようにしないとな。惨劇は繰り返される。繰り返さないから。じい、その疑いの目やめてもらってもいいですか？これは日頃の行いのせいですね。さてお相手いたしますわ。好きなコンビニエンスストアはローソン。唐揚げくんをむさぼりたい霊夢です。むさぼりくんって216円になります。コンビニの商品ってお高いですよね。でも高いっていうメリットもあるから多少はね。一長一短ということですね。次は私が行きますね。好きなコンビニエンスストアはセブンイレブン。プレミアム系が美味しいよねとヨウムです。セブンイレブンは底上げ問題が有名ですよね。いやいや、そんなのどこのコンビニでもやっていますって。セブンはもうちょっと露骨じゃなきゃいいんですけどね。セブンイレブンじゃなくて。そう、これこそがマックかマクドかみたいなもんよね。地域ごとに呼び名が違うやつだよな。別にどっちでもよくない？あなた、言ってはいけないことを言ってしまいましたね。いや、そこまで重い話でもないだろ。次は僕が行きますね。好きなコンビニは、ファミリーマート。今日も硬いぞ、岩福園です。ファミマの良いところって何かありましたっけ？あるじゃないですか。あの有名なフレーズが。そんな大層なワードありましたっけ？ファミチキください。180円になります。こうして岩福民はファミチキを購入していったのであった。最後は私だぜ。好きなコンビニはセイコーマート。何それ？ローカルコンビニが好きなマリサなんだぜ。でセイコーマートとは何ですか？調べたところ北海道にあるコンビニのようですね。ホットシェフのカツ丼500円。コマーシャル暗唱しないでもらえますか？みんなの行こうぜセイコーマート。なんでこの人コンビニの宣伝をしているんだろう。というわけでみんなの好きなコンビニを教えてね。というわけで自己紹介も終わりましたところで、決算を仕留めていきましょうか。今回も使えるピクミンの種類数が限られているみたいだから慎重にな。前回みたいな惨劇は起こさぬように注意しましょうね。前回？何かありましたっけ？悲惨な事件だからって記憶から消さないで。何があったか知りたい人は前回の動画をチャック。それを言うならチェックな。チェック、ワンツー。果たしてこれだけ聞いて曲名と理解してくれる人がどれほどいるのか。さて画面に戻りまして。お次はルイ君を操作していくわよ。赤ピクミンの火力を生かして敵を倒していきたいところなんだぜ。あのエビさんとイチャつかないでもらっていいですか？虫の呼吸戯れ。有効に乗ろうとして乗り遅れた人の図ですね。さて画面では探索が進んでいるようですが、ここで一つお悩み相談が来ていますので、読み上げていこうと思います。このチャンネルにお悩み相談って、そのお手紙宛先間違えていませんか？とりあえずそのお手紙を聞いてみたいんだぜ。それじゃあ読み上げさせていただきます。背景、春の気配がようやく整ったようですがいかがお過ごしでしょうか。唐突にはなりますが私には懺悔しなければならないことがあります。ほうほう。これは4歳ぐらいの小さい頃の話になりますが、当時私はお菓子が大好きでいくらでも食べられる自信がありました。そんな最中両親と買い物に行った際に、ふと四方八方がグミだらけの部屋がありました。これはもう食べ放題に違いないと確信した私は唐突に手一杯にグミを握りしめて食べてしまいました。良くない匂いがしますね。
その瞬間の刹那、これでもかというスピードで怒られました。当時こそ理解をしていませんでしたが、そこはグラムで料金が決まるタイプのグミの販売店でした。これを見ている皆様方は私と同じような失敗をしないように気をつけてくださいませ。警部。お悩み相談とは何だったのか。ただの懺悔のお手紙でしたね。というわけで当コーナーでは、みんなの懺悔したい失敗談を募集中。ぜひみんなの失敗談をコメントで教えてくれよな。ラジオチャンネルのノリミョンね。これは霊夢さんの、ラジオばかり聞いていた弊害が出ていますね。というわけでご応募お待ちしております。あ、本当に募集するんですね。そんなこと言っていたらてんてんチャッピーが見えてきましたよ。安全に跳ねくみんを引っこ抜くためにも、倒しちゃいましょうね。起きるのが早いから気をつけるんだぜ。目に当てるとひるむのは相変わらずのようね。倒して残り9体、サクッと行きましょう。サライムシと戯れていたら、いかにもヤバそうな穴が見えてきましたが。なんとなく結果は見えていますが向かうとしますか。こんばんはエビチリですね。美味しく食べちゃいましょうか。果たしてエビに区分して良いものか。上手に倒せました。回収したら美味しくいただきましょうね。ハングリーお料理チャンネル始まっちゃう。はじめんでいいからな。というわけであと1匹となりましたね。記念すべき最後の1匹は一体誰になるんでしょうね。と思ったら横にいたんだぜ。この子を倒したら本日はお疲れ様ですね。さて気になる今回の評価は？ミッションコンプリートからのプラチナです。前までこんなコーナーありましたっけ？期間が空くと動画の新要素が増えて困惑するんだぜ。このエリアでも初号機は見つからなかったが、パーツの一部らしきものを発見した。状況から推測するに、初号機は破損が激しくいくつか部品が散らばってしまっているようだ。なんだか初めてこの惑星に来た時と似ている気もするが、懐かしがっている場合ではない。このパーツを原生生物から守りながらポットまで運ばなければ。というわけで今回はここまで。次回までゆっくり待ってくれると嬉しいんだぜ。それではここまでのご視聴、ありがとうございました。突然ですがニュースのお時間です。唐突なおまけコーナーってやつですね。ピクミンのスマホアプリが開発されていることが3月の23日に発表されました。だいぶ古い情報ですね。果たしてこれニュースとして機能していますか？任天堂株式会社の代表取締役フェロー宮本茂さんは、あなたの周りに、そして世界中にもピクミンたちがいるような体験をナイアンティックの AR 技術が可能にしてくれました。ポケモン GO を共同開発している会社ですね。楽しく歩くことをテーマに、ゲームとは異なる、新しい分野での体験を、アプリを通じて皆様にお届けしたいと考えています。とコメントしています。楽しく歩くということは、ポケモン GO のような位置情報ゲームになるのかな？やだ、健康になっちゃう。ただスタッフの方はこの作品はピクミン GO ではないです。とコメントしているので、今後の情報公開に期待ですね。2021年後半に配信予定ということだそうです。これは楽しみですね。誰もリストラされないといいのですが。というわけで本日のニュースはここまでとなります。果たして次回はあるのでしょうか。それではお疲れ様でした。